トラちゃんは見た。私はカリン。今日は婚約者のトクサを連れて両親に結婚の挨拶に来た。大丈夫？大丈夫じゃない。心配いらないわよ、うちの両親だもん。ほら入った入った。やーやー、トクサくんいらっしゃい。娘さんとお付き。知ってる知ってる。いいから上がって。バイビル。はい、婚約おめでとう。乾杯。思ってたのと違う。だから緊張するだけ無駄って言ったでしょ。うちの両親飲み会としか思ってないから。ねえコリン、結婚したら引っ越しするんだっけ。うん、前よりここから遠くなっちゃうかな。前みたいに頻繁には帰れないかも。だったら赤松くんのとこ顔出してきたら。あっくん今実家にいるの。そうみたい。なんでも勤務先の病院がここの近くだから今実家から通っているんだって。へえ。あっくん、いつも忙しくて全然会えてなかったもんな。いい機会だし会いに。ん、誰だよあっくんって。ただの幼馴染の男の子だよ。小学校まではよく遊んでたんだけど、あっくん私立の中学行っちゃったから疎遠になっちゃって。一緒になったのは聞いてたけど。ってことで行ってくるね。今、うん、2人が私抜きで徳佐と話がしたいみたいだからさ。徳佐くん、ごゆっくり。白状者。久しぶりです、あっくんママ。急に来ちゃってすみません。いいのよ、上がって上がって。今赤松呼ぶわね。まだ部屋で寝てると思うから。え、もう夕方なのに。夜勤明けだったのかな。そんな、悪いですよ。でももう起きる頃だし。なら、それまで待っててもいいですか。私、あっくんママともお話ししたいです。あ、そう？じゃあ、お茶入れるわね。いいえ、お構いなく。しばらく見ていないとはいえびっくりしちゃったわ。もうすっかり大人の女性だもの。さすがにいい年なので。お仕事は順調なの？ええ、でももうすぐ辞めようと思ってて。実は。そうね、辞めた方がいいわ。あそこはうちから通うには遠いし、あなたはもう働く必要もないし。はい、かりんちゃんが全然会いに来てくれないから、私あなたが約束を忘れてるんじゃないかって不安だったのよ。今日会いに来てくれて本当にホッとしたわ。ん？ん？ん？うちから通う？約束？何の話ですか？ん？そりゃもうあなたと赤松の結婚の話よ。約束したんでしょ？はい？何言って。ん？この指輪は何？あなたには赤松がいるのに他の男と結婚する気なの？この時私は本当にあっくんママが何を言っているのか分からなくて、冗談を言っているのかと思ったけど、骨がきしむほど握られた手と彼女の剣幕を見れば本気で言っていると分かった。許さない、許さない、許さない、許さない。痛い、今すぐ捨てなさい。母さんやめろ。何するの赤松。あっくんなの。逃げて。こうなった母さんを俺止められたことないんだ。それで徳佐くん、うちの娘のどこに惚れたの。言いなさいよ、言いなさいよ。勘弁してください、勘弁し。もうお帰り。思ったより早かったな。お帰り遅えよカリン。俺散々おもちゃにされて。お、お、え、なに、ちょ、おい、どうしたカリン。怖かった、怖かった。なんで泣いて。負けなさいカリンちゃん。いるんでしょここに。どうして逃げるの。その指輪をこっちによこしなさい。今ならまだ許してあげるから。ねえ、ねえ、やめろ母さん。離して。カリンちゃんはあなたと結婚するのよ。そんな約束はしてないよ。したわよ。いい加減目を覚ませよ母さん。お父さん、警察、警察呼んで。そんなの本当にしてないんだってば。数分で警察は来て、あっくんのお母さん、あざみさんは取り押さえられ連行された。終わった後に玄関を覗いたが、ひどい状態だった。インターホンは押しつぶされ、ドアは血まみれだった。叩いて割れた破片で怪我したのに、
その上で叩き続けたんだ。どうして会わなかった数年の間にあの二人に一体何があったんだろう。その後事情聴取だけ受けて、私と徳沙は仕事のため、翌日には家に戻った。一週間後、赤松のお父さんが弁護士を連れて実家に来た。この度はうちの妻が大変な失礼をして申し訳ございません。あっくんのお父さん、ひいらぎさんは、あざみさんを精神病院に入れたことの報告と、玄関の修繕費、私の腕の治療費、慰謝料の支払いをする約束をしたらしい。そりゃもう淡々としてたわよ。お医者さんだから慣れているのかしら、こういうの。あざみさんがああなった理由って話してた？いいえ、ただ頭が悪いゆえに心が弱いからああなるんだって弁護士さんに言ってるのは聞こえたわ。うん。あ、忘れるところだった。昨日あっくんうちに来たのよ。あっくんが？ハリーに伝えてくださいって連絡先のメモだけ渡してすぐ帰っちゃったの。後で写真送るわね。もしもし。もしもし、カリンか。うん、連絡先教えてくれてありがとう。いや、ごめん、ごめんな。母さんがひどいことして。で、大丈夫か？大丈夫だよ。そうだ、玄関も。俺、止めきれなくて、本当に。そんなに謝らないでよ。あっくんは悪くないんだから。いや、俺が悪いんだ。俺が、俺のせいで母さんがあんな。何があったのか聞いてもいい？私は母から、あっくんはお父さんに憧れて医者を目指していた、有名医大を卒業し現在は医者となっていると聞いていた。だが事実は違った。赤松、何なのこの点数。こんなんじゃ立派なお医者様になれないわよ。やだよ、別になりたくないもん。つべこべ言わずさっさと机に向かいなさい。行くから、行くから、離せよ。医者の進路はあっくんが望んだものではなく、両親の希望でしかなかった。私立の中学に入ってからは勉強漬けだったが、成績は伸びず、母親はだんだん焦り出した。子供ながらに気づいてたよ。母さんは俺の将来を心配しているんじゃない、父さんに失望されるのを恐れているんだって。しかし徐々に親の思い描くレールから忘れていき、赤松くんの成績でこの大学は番号がない。次よ、来年こそは受かるわよ。ついに。無駄だよ、赤松は医者にはなれない。こんな奴に務まるわけがない。お前には失望したよ、アザミ。子供一人まともに育てられないとはな。母さんが壊れたのはそれからだよ。もともとちょっと壊れてたけど、虚言癖がひどくなって、嘘が周りにバレないよう俺を家に閉じ込めて。欲しいものは全部買ってあげるからね。俺ももう全部がどうでもよかったから、言われた通りに暮らして、父さんは何も言わなかった。信じられるか、カリンが母さんに襲われた時、あいつ家にいたんだぜ。狂ってるよ、俺の家族みんなさ。でもいい機会だと思うんだ。俺また大学受けようと思ってるんだ。医大じゃなくてやりたいことができるところ。父さんは俺に興味はないけど、金はいくらでも出すし、母さんは数年も病院から出てこないだろうし、チャンスだよ。こんな考え方してる俺も結構狂ってるのかな。そんなことないよ、あっくんはおかしくない。だってあっくん、あの時私を助けてくれたじゃない。あっくんは二人とは違う、昔と変わらない優しいあっくんだよ。ちょっとわがまま言ったって何にもおかしいことじゃないよ。ありがとう。ごめん、誰かと話すの久々でちょっと喋りすぎたかも。そうだ、言い忘れてた、結婚おめでとう、カリン。ありがとう。ただいま、カリン。おかえり。ねえ徳さん、結婚式の招待状もう一枚増やしてもいいかな。いいけど誰に。あ、ずっと引きこもってたんだろ、ちょっとハードル高くないか。それはあっくんが決めることだから。でもきっと。ご視聴いただきありがとうございました。赤松さんが結婚を約束したことに異議を唱えているあたり、浅見さんが勝手にそう思い込んでいただけなのでしょうね。
確かに、あざみさんはたくさん迷惑をかけましたが、精神的に追い詰められるほどの被害に遭っていた一人でもあったんですよね。だからといって、こんなことをしてもいい理由にはなりませんが、今度こそ赤松さんの好きなことができるといいですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、親失格だと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。